新型コロナウイルス感染を公表した俳優石田純一66と妻でプロゴルファーの東尾道子44が16日それぞれラジオや SNS を通じて関係各所や支えるファン、そして石田が訪れた沖縄の人たちなどに向け謝罪した。石田は16日放送の文化放送斉藤和美ニュースワイド先取り立つ近後3時30分で電話での育成コメントを寄せ現状を報告。14日の夕方に電話を通じて録音、症状は38度8分とかそんな感じですと話し、症状が現れた時期については正直言うとちょっと特定はできない。PCR 検査をすぐに受けられたかという質問には具合が悪くて何が PCR 検査かわからなかったですねと認可した。現在は病院にいるといい、大学病院は非常に静かな感じなんですけど、中はいろんなお医者さんも看護師さんもすごく夜を徹して働いてくださって頭が下がる思いですね。思った以上に元気だと思っても一旦かかると年なんでしょうね。あっという間にボロが出てきてしまうような。普段から食べ物には気をつけて運動してって思っていたんですけど、すみません、ご迷惑をかけてしまうことになってしまいましたと謝罪した。続けて、急に悪化することもあると聞きますのでどうなるかわかりませんが、先生が絶対に治すと言ってくれてありがたいです。油断してかかるものじゃないかもしれないですけど、やっぱり気をつけて気をつけて、それでもなおかつもう一回気をつけて一緒に乗り切れたらいいなと思っておりますと呼びかけた。一方、東尾はブログなどを通じて石田が仕事で沖縄に訪れたことに触れ、沖縄の方を移動で使用した交通機関の皆様大変申し訳ございません、心よりお詫び申し上げますと謝罪。私と子供たちは自粛が始まってから自分たちが感染予防をするだけでなく保菌者である可能性を考えて行動して参りましたが、全世界が感染防止に努力我慢をしている中で、仕事であるとはいえ飛行機に乗り都外へ出ようとする主人を説得止めきれなかったことを深く後悔し反省しておりますと伝えた。また自身も4月7日に自宅にて次女の誕生日祝いで両親を家に迎えていたことを明かし、万が一を考え換気をし、本当に短い時間立ち寄っただけでしたが家族ということで気が緩み自覚が非常に欠けておりましたと綴り、濃厚接触者は症状が出た後に接触したものとなっておりますので両親は濃厚接触者には当たりませんが、主人がいつ感染したかはっきりわからない中、その時すでに保菌者であった可能性もあり、高齢の両親を巻き込むこととなったことに対しても深く反省の気持ちで受け止めておりますと記した。なお、石田の所属事務所は今日16日に感染までの経緯に一部誤りがあったとし、現在入院中で石田と話すことができないため不明な点がございますが、入院するまでの1週間を分かる範囲でお伝えさせていただきますとした上で、改めて分かる範囲の経緯を説明した。